皆さんこんばんは。今日はあやなんのナイトルーティーンをやっていきたいと思います。今は韓国痩せるダンスをやってこんなに汗だくになっています。ここの状態からお風呂に入りきれいにするところから始めたいと思います。ニンニクニンニクニンあれ美味しくなれトゥン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 トゥルルントゥントゥントゥン。はい、ナイトルーティーンということでね、私はね、家に500ミリペットボトルを大量にストックしているんですけども、1日にこれをね、4本か4本半くらい、飲みます。で、最近気がついたんだけどさ、アンパンマンのキャラクターのさ、クリームパンダっているじゃん。みんなさ、多分クリームパンナって勘違いしてんのね。あれ実はクリームパンダなのよ。ちゃんとクリームパンで目の周りが真っ黒になってるのね。だからパンダなの。結構大事なことだからみんなに伝えておくね。クリームパンダだからね。今日はね、岡崎ウィークだったんで、今週。だから、岡崎から新幹線で今帰ってきた後ですね。でもおばあちゃんいてくれるとめっちゃゆっくりお風呂入れるから最高。岡崎はね、こんな開け方するお母さんダメダメよ、あなたね、ダメです。風呂上がりスタイルですね。服着てないんですけど、まあ気にしないですね。あんまり服着ないでガンガン行きます。で、ここでまだ顔が濡れてる状態のうちにパンツが履いちゃう。先にパンツが履いちゃって、で夜はもう下着はつけません。もう締め付けは全て取る。その代わりなんかこうキャミみたいな着てトレーナーを着ます。ボディクリームを塗るので下半身はまだ履かないでおきます。で、スキンケアタイムに入ります。まずどうしようかな、なんかどうしようかなって、なんかご飯みたいな、ご飯って毎日さ同じもん食べないじゃん。だからなんか複数用意しといて、今日はこれ今日はこれみたいな感じ。あんま固定で同じの使ってない気がするな私。あー気持ちいい。パック気づいてる。あ、脇にもクリームがないかな。はい、もうパックあんま長い時間つけてるの好きじゃないから取ります。ちょっと手とかにもつけて、首とかにもつけて、そしてママ、はい、最後に乳液です。乳液だったら髪乾かす。はい、髪の毛乾かします。あー、もう何？ちょっとラブル。I love you, can I stand and do that? で、笑ってくれないほり。Don't you be like a beautiful star? 幸せになりたい。本当の気持ちできっと伝わるはず。Go, go, go, go! やめろ！勝利。今動画撮ってる。挨拶したらこんにちは。こうして知って。うん。座ったよ。アイジュ。それがやりたかったの？うん。やろ。せーの。アイジュ。いい感じ。これ動画だから動いていいよ。喋っていいよ。こんにちはって。こんにちは。こまるです。いつも見て。エクスペクトパートナーさんもお願いします。エビテッド、ポポポペ。うまーい。上手ですね。エビテッド、ポポポペ。ああ。大丈夫？大丈夫？痛い、ゆるるる。ABCD。はい、ということで、ナイトの部分はこれで終わりになります。なので、明日また起きたらどうするかっていうところをやっていきたいと思います。あとは歯磨きして寝かしつけして寝るだけです。それではおやすみなさーい。あ、すいません、ナイトルーティーだいっ、ナイトルーティーン終わりって言ってたんだけど、この後の時間に私がたまにやることとして皆さんに紹介したい大好きな脱毛器があるので、ちょっとそちらを今回やっていきたいと思います。本当に愛があるから、この商品に私愛があるの。それを踏まえてちょっと聞いてほしい。夜子供たちがもううるさい怪獣2人がね
寝静まってありがたいっていうこの時間帯に、このふっとしたこの時間帯にこんな脱毛器があったらうふふってなってテンションが上がると思いませんか。そう、ユーライクさんから新商品が届きまして、これも紹介していただけませんか。あやなんちゃん、かわいいです、大好きですということで、心よく引き受けさせていただきました。前に出てたシリーズも私使ってて、本当に肌がどんどん綺麗になってってるのを感じてたので、もう新商品が出るってことでも本当に嬉しいです。新しくなったユーライクの脱毛器はだいたい6回目くらいから早速効果を感じ始めるっていう感じのモデルになってるみたいです。で、私は週2とか3ぐらいでピピピって当ててるんだけど、ちょっと実際にやってみますね。私がこれかけてるとふざけてるようにしか見えないと思うんだけど、真剣に説明させてもらうね。鼻低いなぁ、もう全部落ちてくるよ。もうこの機械は週3で2週間やったら毛質の変化がもう感じられますよっていうくらいパワーが強いもので、で4週間継続してやり続けていくと太くて硬い毛もだんだん柔らかくなっていくようなものになってるそうです。ここに電源があるからポチって押して、そうするとうーってもう準備ができてる状態になる。で、縦にピッピッピッって押していくよ。こんな感じ見て、すっごい冷たくなるから全く熱くないし痛くもないし、けど脱毛屋さん行った時のあの手応えは感じる。てかさ、私さ、脱毛屋さんに行ったことがあるからわかるんだけど、本当に人に見られるのって本当に嫌じゃん。そういう恥ずかしがり屋さんの人にもすごいおすすめ。誰もいないところでできるから。もう押すのめんどくさい人は連続照射モードっていうようにすると、もうこうやって移動させるだけでペチ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 やってくれる。もう最高最高、本当に楽ちん楽ちん。これ1台買っちゃえばもうずっとこれできるから本当に最高。アンダーヘアにも使えるから、ういういういみたいな感じでやれば全然余裕。ただ指の毛とかさ、こういうとこもさやるのよ。で、これなんですけど、この今一本線になってるのは一番レベルが低いモード、顔周りとかデリケートな部分とかに使えるようなモードで、で、これ2、3って3段階あって、3段階目が一番強い。だから顔もできるのよ。もう顔もできるのが最高。こんな感じで顔にもできます。本当に全く痛くないし怖くないです。冷たくて気持ちいいって感じ。なんか毛穴が引き締まる感じ。しつこいところはもうレベル3にして打ってます。毛をちゃんと剃ってから脱毛器にこうやって当てた方が効果が出やすいので、皆さんも剃ってからこうやってやってください。で、最近うーくん脱毛行き始めてやってもらってたんだけど、正直もう二度と行きたくないっていうくらい痛いって言ってたのね。なんかそういう人は続かなくなっちゃうから怖くて、これ本当にうーくんにやってあげようって今思ってる。だからみんなもちょっと使ってみてほしい。このユーライクエラ、ブラブラ、このユーライクエア3はですね、100万回照射できるので、初期費用のみで一生使えるので、ブラー。なので、初期費用のみで一生使うことができるから、もうカミソリ買ってとか、もうサロン行ってとかでやるよりも断然コスパがいいと。ちょっと奮発してでも頑張ってお給料貯めて買うみたいな、自分へのご褒美としては本当におすすめの商品となっております。詳しい値段とかサイトは下に URL 貼っておくので、そちらから見てみてください。はい、ということで私の愛すべきユーライクさんの商品紹介が無事終わりましたので、ナイトルーティーンは終わりにして、ここからねまた明日に備えて私はゆっくり寝たいと思います。じゃあおやすみー。また出てくるパターン。おやすみなさーい。はい、おはようございます。まず起きたら朝はこのスチーマーに当たります。おはようございます。はいよ。今日何する？パパマン。アンパンマン見る？うん、はい、今ポンスを幼稚園にお迎えに行ってきて、福さんも連れていつもの世田谷公園に来ました。もうこの2人さ、お菓子お菓子もうね、来て早々ここで、ここですよ、お菓子買いたいって言ってね。福丸はチュッパチャップス1個買ったんだよね。見して、チュッパチャップス見して。はい。何味ですか？
ぶどう味。ぶどう味ですか？うん。またぶどう味？ポンさん何ですかそれは？人参のお菓子。人参のお菓子ですか？ポン菓子ですか？うん、あーちゃんはこのポップコーンを買いました。お前も買ってるんかい？つくまるがさ、ストライダーみたいに乗ってんだけどさ。花粉の季節には最近鼻の穴にワセリンを塗ってるんだけど、鼻の穴に塗るとね、めっちゃ鼻くそがついてる人みたいになるのね。それがすごい嫌で、鼻くそじゃないんだよねみたいな説明つかないじゃん。ポッチトーン。マーマーが買ったポッチトーンだよ。なんで？一緒に食べよう。いいよ。これ何味？ポッチトーン味。ポップコーン味？うん。うん、美味しいね。ねえねえママ。何？ポップドア味。ポップドア味。うん。おーいいね。今日の幼稚園で楽しかった出来事ある。楽しかった。何が楽しかった？おひなさま作った。おひなさま作ったの楽しかった。今日楽しかったこと何？今日何が楽しかった？幼稚園。幼稚園？うん。行ってないよ。待って。超鼻くそみたいになってるワセリンが。じゃあこれ鼻くそじゃないんだよ。ワセリンが塗れてるね。もう叫ばないで。意味わかんない。ダメ。二人で取り合ってるけど、これ私のなんだけど。これ私が買ったんですよ。ポップコーン乱闘が無事に終わりました。今は車コーナーに来てね。これ車で遊べんだよね。よし行くぞ。よいぞ。行くぞ。あれどこ見てる？すいません、福原さん楽しんでる？うん、楽しい。さあ、なんか楽しそうな遊具が見えてきました。イエイイエイ。なんか音が聞こえる。この音がするところを探そう。いました。世田谷公園に突如現れた楽器師のおじさん。あれは一体何という楽器で何という曲なんでしょうか。謎は深まるばかりです。ただいま帰りました。見てください、このすやすや眠る2人を。こんなにたくさん遊べて、こんなに寝れていいですね。はい、ということで、あやなんのナイト&デイルーティーン平日バージョンをお送りさせていただきました。本当にたわいもない日常を送っておりますって感じなんですけど、今回もですね、ユーライクさんとのコラボで動画撮らせていただきました。ありがとうございました。詳しいね、またキャンペーンだったりとかお得な情報も出てると思うので、下の概要欄の方に URL 貼っときますので、ぜひブレブレちょっとぜひそこからチェックしてみてください。本当におすすめの脱毛器で、もうマジ Amazon とかでも結構評価超高いから、チェックしてみてくれると嬉しいです。じゃあ今日はひな祭りなので、今日はまたなんかもう動画撮るの下手になってる、やだ。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。長くなったけどね。また見てください。ありがとうございました。バイバーイ。